今回は、2本立てのお話です。まずはこちら。私たちが購入した家を乗っ取ろうとする兄嫁。私たちがお母さんを見るから出ていけ。10年前、アパートで一人暮らししてた義母のパート先が倒産した。ちょうどマイホームを考えていた時期だったから、平日だけ家事をお任せできるなら、と、東京打診。もともと、嫁姑関係は良かったので、義母は喜んでくれて、完成後一緒に暮らし始めた。以後、大きな喧嘩もなく仲良く、やっていた。え？お二人、実の親子だと思ってた。なんてご近所さんに言われるくらい。ところで私の夫は次男坊。長男の方は独身で、かなり遠方の地方都市に暮らしていた。法事以外は、正月すら滅多に帰省しないような人だけど、同居に関しては一応相談もしていた。お母さんをよろしくね。そんな義兄が、昨年転職して地元に戻り、晩婚ながら、旧友の紹介で結婚した。義理の姉となるその女性は、私と同じ40歳。結婚直後のある日。今まであなたが同居で嫌な思いしてたんだし、これからは私たちと同居しましょう。別に嫌だなんて全然思ってないし、っていうか、お母さんの前でいきなり。だから私は、義姉に対していい印象を持たなかった。一応新婚さんなんだから、二人の生活を楽しみなさい。義母は丁重に断った。私も別に今のままでいいと思ってた。以来、私の仕事中に、たびたび家を訪れるようになり、帰宅すると、入れ違いのように帰っていった。お帰り。あの子また来てたわよ。あまり気持ちのいいものではないが、義母がいる以上、何も言えない。でも、今日もまたいきなり来て困っちゃったわ。前もって連絡ちょうだいっていつも言ってるのに。それに、何の用事で来るのか全くわからないの。テレビ見て昼寝したり、光熱費の節約かしら？義母も、義姉を苦手に感じているみたいだった。ある日、義母が自転車で転んで骨折して入院。そのため私は、半休や有休で家にいることが増えた。すると義姉が本当にアポなしでやってきた。これからお母さんのお見舞いに行くけど、一緒に行く？ああ、そうなんだ。じゃあ留守番しててあげるから行っていいよ。え？鍵閉めるから、一緒に行かないなら帰ってほしいんだけど。え？だから行っておいでって言ってるんだけど。ごめんね、義理のお姉さんと言っても他人ですから、申し訳ないけど帰ってください。は？いやいや、あなただって他人でしょうが。そうだけど、ここは私たちの家だから帰ってください。私たち？お母さんの家でしょ。ああ、そういうことか。ここを旦那の実家だと思ってるんだ。お兄さんから聞いてなかったのか？あの、勘違いしてるみたいだけど、ここ私の家なの。そこにお母さんを引き取って。その日以来、義姉は一切うちに来なくなった。義母の退院祝いの食事会さえ来なかった。今思えば、あれは私たちを追い出して、自分たちが住むつもりだったんだろうか？怖いわ。続いてはこちら。浮気の財産分与も、慰謝料もいらないから離婚して。離婚はする。でも財産分与もする。え？お金いらないって言ってるのになんで？夫の企みがアホすぎた。私は夫と結婚して2年目になるが、まだ子供はいない。優しかった夫は、結婚してからだんだんモラハラ夫へと変化し、私が言い返さないと分かれば、言いたい放題、やりたい放題、義母からも嫌がらせされていて。あんたたち、子供はまだなの？原因は何だい？なんて言われて責められるけど、すかさず夫が。そやまあ、こいつがな。俺は欲しいと思ってるけどさ。みたいな。まるで私が悪いかのような言い方をしてくる。すると、義母の方も。かなこさん、あんたねえ、子供作るために努力しなきゃ、できるものもできないわよ。こんな色気のないボロボロの下着なんて履いてるからダメなのよ。もっと色気のあるのを履きなさい。と、義父たちの前で見せられて、その時は泣きそうになった。私だって子供が欲しいと思ってたし、夫には毎回、一度病院に行って、調べようとお願いしてなんだけど、でも夫は、子供ができない原因は、ほぼ女にあるんだから、お前が悪いに決まってる。お前が頑張ればいいだけの話だろ。俺は絶対に病院になんて、行かないからな。こう言って、毎回病院を拒むのだ。仕方なく、私一人で病院に行くことにしたんだけど、私には特に問題なく、正常そのものだった。なので、義母にもこのことを話すことにした。自分には問題がなく、正常そのものだったこと。そして、夫にも病院を受診してほしい、ということを伝えると、義母は驚いてはいたが。そうなのかい？なら私が息子を連れて、病院に行ってくるから、あんたは家で待ってなさい。そう言って、義母が無理やり夫を連れて、病院へと行くことになった。夫は当然嫌がってたけど、しぶしぶ病院に行くことにしたみたいだった。
私としては、夫に原因があるとは思っていなくて、ただ先生からは不妊治療は、夫婦二人で取り組むものだって言われたから、二人で今後の不妊治療への取り組みとか話せればと思っていたんだけど、結果はなんと、夫はほぼ無精子に近い、精子欠乏症だったことが分かった。これには義母も言葉をなくしていて、夫自身もショックで数日間塞ぎ込んでいたよ。しかし数日後、夫は元気を取り戻したかと思ったら、しばらく仕事に専念したいから、帰りは遅くなるから、と言い出した。私としては、これまでの私に対するひどい言動に対して、少しくらい謝ってくれるとかあるかもと思ってただけに拍子抜けした。そこから夫は、残業だ、出張だと言って、家にいることが少なくなった。この時は、まだ私と顔を合わせるのが辛いのかなとか思ってたバカな私。しかし数ヶ月後、夫の同僚に出会い、事の真相を知ることになる。あ、加藤さんの奥さん、お久しぶりです。お久しぶりです。あの、夫は元気ですか？最近あまり家に帰ってこなくて、無理してなければいいんですけど。え、あの、彼は、毎日定時で帰ってますよ。それに、最近出張なんて言ってないはずです。え？そんな。あの、実は、加藤さん、職場の女性社員と浮気してるみたいなんです。え？思いがけない言葉に一瞬耳を疑った。僕も最初は奥さんに言うべきか迷っていたんですが、どうやら不倫相手は一人ではないようで。しかも、最近訴えられそうになったとか言ってるのを聞いてしまって。なんですって。そこから同僚から聞かされた話は、本当にびっくりするような内容だった。どうやら夫は自分に子供を作る能力がないと知り、手当たり次第に浮気しまくっていたようなのだ。しかも、そのことを隠さずに堂々と、みんなに自慢していたっていうからこれまた驚いた。夫は、同じ会社の女性社員や、受付の女性、夜の店の女性や、いかがわしいお店など、とにかく遊びまくっていたそうで、その中で、ややこしい女性に捕まり、子供ができたと言い寄られたそうなんだが。俺の病名聞いたら、ピーピー泣き出しやがって、騙そうとしたんだから、訴えるって言ったら、土下座してきてさ。なんて、みんなにドヤ顔で言い回ってたって聞いて、私は今までの夫への気持ちが、スーッと冷めていくのを感じた。同僚にはお礼を言って、悲しむ暇もなく、私は離婚の準備を進め、弁護士さんにも相談をし、夫の浮気の証拠集めをすることにした。ただ、ここからが苦痛の日々だった。気持ちは冷め切ってて離婚したいのに、証拠集めて好条件で離婚するには、それなりの時間が必要だったのだ。その間、この男の顔を毎日見て、この男のために食事を作ったり、家事することが、苦しくてたまらなかった。それでも帰宅時間は遅いし、休日は出張だなんだと家にいないことが多かったから、まだギリギリ我慢できてたんだけど。そんなある日、夫が寄って帰ってきて、珍しく私に触れてきた。その瞬間、全身鳥肌が立って、とっさに旦那を突き飛ばしたんだけど、突き飛ばされた夫は、プライドが傷ついたのか、みるみる顔を赤くして。はぁ？誰がお前なんか抱きたいって思うかよ。俺にはお前よりも、もっといい女がたくさんいるし、お前みたいなブスでガリガリの女、金もらっても無理だわ。と、大声で罵ってきた。その後も、仕方なく一緒にいてやってる女としての魅力なんてない。なんて言ってきて、もう我慢できなくて、泣きながら、離婚して、と言ったら、夫は、ニヤニヤしながら、離婚なんてするわけないだろ、絶対に判なんて押さないぞ。と、言ってきた。本当は慰謝料も取ってやりたかったし、財産分与もして欲しかったけど、全部いらない、だから今すぐ離婚して。そう言って、私は緑の髪を彼に突きつけた。しかし夫は未だヘラヘラしつつ。まあ、そこまで言うなら考えてやってもいいけど、今すぐはダメだ。やっぱり、財産分与もしっかりしないとな。夫が何を考えてるのか、意味がわからなかったけど、私はすぐに弁護士さんに連絡して、数日後、離婚の手続きをすることにした。するとそこで、夫が何を考えていたのかがわかった。なんと夫は、私の両親の遺産が自分にも入ってくると勘違いしていたようなのだ。しかし、実際は親からの遺産相続は、財産分与の対象にはならない。つまり私の両親からの遺産は、私だけのもので、夫の手には1円も入らないのだ。逆に、夫婦の財産は当然財産分与に入るから、私にも手に入る。わざわざ財産分与しなくていいって言ってやったのに、結局、夫は財産が減ることになり、真っ青になって焦ってたよ。ちょっと待て、こんなの話が違うだろ、これなら離婚は無効だ。離婚しない、それか、財産分与はなしにしろ。そう暴れたけど、すでにそれなりの手続きを踏んでここまで来てるわけだし、夫が今更暴れたところで翻るわけがなく、結局離婚は無事成立。夫が大声で怒鳴っても暴れても、顔色一つ変えずに、淡々と作業を進める弁護士さん、さすがだと思ったよ。その後の夫はというと、不倫していた女性の中には既婚者もいたようで、そっちからも慰謝料請求されて、てんやわんや。
さらに、孫の顔を見るのが一番の楽しみだった義母は、離婚後、しばらくしてから地方症になり、介護が必要に。義父も、もともと足腰が悪くて介護が必要だったから、夫は多額の慰謝料と、両親抱えて慌てて私に連絡してきた。助けてくれ、俺一人じゃ無理なんだよ。お前の力が必要なんだ。今度こそ絶対いい夫になる。子供はできないけど、その分、二人でずっと幸せに暮らそう。だから頼むよ。なんて言ってきたけど、誰が今さらあんたとやり直すと思うのか。散々ひどいこと言っといて、ありえない。それに、私の遺産目当てだってのはわかってるしね。あのねえ、お母さんから散々嫌味言われてても無視して、子供ができないことすべて私のせいにして、あげく、浮気しまくって、今さらどの面下げてそんなこと言ってるわけ？こっちは二度と顔も見たくないわよ。せいぜい一人で頑張りなさいよ。そう言って、電話切ってやったわ。その後すぐ携帯を変えて、住む場所も変えたから、今頃夫が、どうなってるかは知らないよ。でも、すべて夫が自分で撒いた種だし、一人で苦しめばいいと思ってるし、同情なんてしない。私はといえば、引っ越した先でまた仕事を始め、そこで出会った男性とお付き合いをし、その後結婚。結婚後、すぐ妊娠することができて、今は可愛い女の子の子育てに奮闘中だ。夫とは違って、モラハラなんてしないし、家事や育児も手伝ってくれて、子供のことも私のことも大切にしてくれる。最初の夫は最低だったけど、これからはこの幸せを大切に生きていこうと思ってるよ。